にちは、まゆみです。今日は、ショパンコンクールの、最後のファイナルの、結果を私なりに本当に超個人的な意見ですので、興味のある人お付き合いください。よろしくお願いします。まずですね、日本人の反田さんと小林さん、本当におめでとうございます。私すごく、もう勝手にすごく頼もしいなと思いました。理由はですね、もちろん演奏はもうもちろんですが、それ以外のところなんですね。直後のインタビューなどはもう残すことはないぐらい弾けたというふうにお二人とも言っておられたのと、反田さんに関してはもう一つ縛りで、もう侍っていうふうにもう覚えてもらえるようにとにかくしたと。そして2年前から体力作りも始めたと。今回コロナで1年伸びてるんですよね。ショパンコンクールって本当は5年に1回なんですよ。なんですけど1年伸びたんですよね。なので6年もあったわけです。で、年齢制限もありますしね、やっぱりすごく大変だったと思うんですけれども、で、とにかく日本の侍っていうふうに覚えてもらえるようにっていうふうに言っておられて、すごく戦略的にやられてて、さすがもう新時代の、世界を見据えた素晴らしい戦略だなと思って、カテインさんね、3時まで残られた住田さんにもそう思いました。そして今回の、4位になられた小林さんもなんですけど、これも個人的な、もう超個人的な見解ですけど、私、海外の方ってね、小柄な東洋人の女性が頑張っている姿っていうのがものすごくグッとくるらしいんです。それはかつてちょっと古いんですけど、引田天功さんって方いましたよね。あれはそういうことなんですって。だから、で、しかもね、外見なんですけど、反田さん一つ縛りですごくもう侍っていう感じで攻めてらして、すごくいいと思ったんですけど、もうとにかくボブヘアが好きなんですよ。おかっぱが一番いいんです。真っ黒のおかっぱっていうのにグッとくるらしいです。おかっぱで長くてもいいし、おかっぱで短くてもいいんですね。で、今回小林さん、すごくこうこのラインでピシッとこう決めてやっておられたので、すごくそれいいんだなと思ったんですよね。他のお二人もお可愛らしい方でしたけれども、やっぱりこう覚えてもらいやすいっていうのは、すごい世界戦略を見据えてはすごくいいことなんだと思います。あと2人ともスタインウェイを弾かれていて、それもとてもやっぱり戦略的には私はいいと思いました。最終的に残った人で、実は河合楽器の茂河合っていう特別な楽器があるんですけれども、私も弾いたことあるんですけどね、それとかファツィオリ、優勝した人はファツィオリを弾いていました。ちょっと長くなってしまうので、日本のお二人以外の感想と全体についてはもう一回撮ってみようと思ってるんです。これも本当に私の一個人の、感想なので、で、お二人の演奏は概要欄の方に貼らせていただこうかと思っているので、ファイナルのね、ぜひ、やっぱりショパンって1番と2番っていうコンチェルトを最後でファイナルで弾くんですけれども、コンチェルト。やっぱり1番の方が映えるんだなーっていうのを今回感じました。そういうことなんかもね、実際に演奏を聴いてみられると、ああそういうことかっていうふうに、思われる方もあるかと思いますので、今回は普段ね、ピアノに興味がないかもしれないような方まで、すごく巻き込んだ、すごい一大イベントとなって、クラシックの愛好者が増えるんじゃないかと思って、私すごく嬉しいなと思ってるんです。もう本当にそういう意味でもお二人頼もしいですよね。本当にこのコロナの暗いね、この世相を吹き飛ばしてくれる、もう素晴らしい、ニュースだと思います。そんな感じで、ではもう一回全体に対して、そして他の候補ですね、についても私一個人の感想をお話ししてみようと思いますので、よかったらご覧ください。私の、12月4日のクリスマスコンサートの、案内を、この辺りに貼らせて
ていただいて、そしてお二人の、あの演奏を概要欄の方に貼らせていただきます。はい、それではまた別の投稿でお会いいたしましょう。ありがとうございました。まゆみでした。